大誠の人、両夫と競合して当宅を殺害したが、その部下に逆襲されて殺害された。兄は王広司、弟は王茂エ子は王貝、王慶、王忠氏、孫は王黒、老いは王明日、王。若い頃、名中として名を発せていた。各安氏から王院は一日に貴里を走り、王佐のサイケル、サイ。 主君に仕えてその人を抱いたらしめる才能の持ち主であると英才、SI、の誉れと評されていた。十九歳にして軍の役人となった。当地では、長津という者が悪行を繰り返し問題となっていたが、王院はこれを捉えて処刑した。このため、長津の兄弟が怒り、中央の官岸に賄賂を送り、王院への復讐を行おうとした。官,官が官邸に事実をねじ曲げて報告したため、 官邸は、王院の上司であった大元大主、劉三を投獄し処刑した。王院は、劉三の棺を持って、大主の故郷の平原まで持ち帰り、自分の親が死んだ場合と同じだけの三年間をもに、福祉、もが開けると復職した。新人の大元大主の王宮が、大して能力も名声もないものを投用したのでこれを、いめた。すると王玉はこれを不快に思い、王院を投獄して、 殺そうとした。それを聞いた死の当世は、王院を救い出して、自分の部下にしたという。このことで、王院の名声は、一躍高まった。百八十四年の黄金の乱に際しては、予習死士となり、純粟、黄友らを爆料に迎え、黄金軍を撃破した。乱終結後、王院は従上寺の蝶譲が、黄金軍とつながっていたことを告訴したが、蝶譲が誤ったことで、 霊帝がこれを許してしまったため、蝶譲るからの逆恨みで投獄されてしまった。死刑に処されるところであったが、多数の除名誕願により命を救われた。霊帝が死去すると、何進むは、妹の子であった、劉弁を定位につけた。王院は何進むに招かれて、かなん人となり、劉弁が即位すると少々霊に認じられた。その後、 何進むが宦官,官たちに殺されると、唐卓がそれに代わって、政権を握った。190年、唐卓から首都に選任され、政務を取ることとなった。しかしその後、唐卓は暴政により、朝廷を殺害したり、洛陽を破壊して、長安への戦闘を強行したことで人望を失った。また唐卓は、長安を演術と内通しているものであると布告し、無知で撃ち殺させ、 演談を断った未亡人を棒で殺害させた。さらに、百官の前で投降した兵の下をえぐり抜き、手足を切断させている最中に飲食するなど、様々な狂態が相次いだ。このような相次ぐ異常事態に憂慮した王院は、友人の講演や部下の島子随と話し合い、到宅暗殺計画を練って、実施の準備を始めた。結果的に暗殺を引き受けたのは、 王院と同じ兵衆出身で、唐卓の長身となっていた、旅夫であった。旅夫は唐卓に信頼され、その養子となり身辺警護を務めていたが、ある時に唐卓の機嫌を損ねて、手槍りを投げつけられたことがあった。また、唐卓の次女と密通しており、このことがバレないかと恐れていたという。そのような折に、旅夫の相談を聞いた王院は、自身の暗殺計画を打ち明け、 呂布を解き伏せて仲間に引き入れた。192年4月、唐卓が宮殿に参来した際、これを呂布に殺害させた。王院は主君者の呂布を勇将軍に任じ、恩公に封じた。また、唐卓の残党狩りを行って、唐卓の一族を皆殺しにし、唐卓派と見られる官僚らを粛清した。その中には文人として名高い採用もいた。 しかし、旅夫をはじめとする多くの者が、旧東卓軍の領収兵たちを特赦するよう、提案したが、王院は、年に2回特赦を出すことは慣行に背くと拒否し、追放を決定した。さらに旅夫らが、東卓の財産を協力した兵たちに賞与として、分け与えるよう提案したが、王院はこれも拒否した。 また、東卓に厚遇されていた西洋が恩を感じ、東卓の死に嘆き悲しんでいたことに対して投獄し、獄中で歴史書の編纂を行おうとしたことに対しても、死罪を持って対応した。このような固定観念にとらわれた、融通の効かない対応が、後に自らの首を絞めることになっていく。さらに王院がかねてから呂布を軽視し、呂布も自分の功績を誇ることが多かったため、 両者の中は次第に悪化していったという。李覚と各氏の反乱により当身自殺する王院当宅の部下であった李覚、各氏ら両州出身者は幸福を願い出たが前述のように王院は許さなかった。このため同年6月、李覚、各氏らが各の助言により都に攻め入ると王院に反発した。古心、ただしの裏切りもあり、王院、両夫らは敗北した。 破れた旅婦が撤退時に王院に同行を誘ったが、王院は国家の安定が私の願いでした。これが達成されないとあれば命を捨てるまでのことです。朝廷では幼い陛下が私だけを頼りにしているのです。この木に及んで一人助かるなどとはとても私にはできません。どうか関東の諸公によろしくお願いします。天下のことを忘れないようにと、 お伝えくださいと処刑される覚悟で、長安に残った。旅夫を破った、李科倉は、長安へ侵入し、盗卓暗殺に加担した有力者らを、次々と殺害、検定の避難所に迫った。検定が、李科倉を質問したが、李科倉は、陛下に宙を尽くし、盗卓暗殺の復讐をしたまでのことです。終わり次第、罪を受けますと弁明した。行き場を失った王院は逮捕。 処刑された。年57。また、子らをはじめ一族も皆殺しとなり、全員がさらし首となった。長安の人々は老若男女問わず全員が涙を流したという。後に、京都へ移った検定は、その中節を思い上がりを改めて葬ると、死との因償を郷里の軍へ送った。孫の大黒が安楽抵抗に封じられた。 彼の墓は現在巨匠史郊外にある。僧の汎用は、王院が唐卓を衰退して、権力を分担したのは、唐卓の好きを伺う,うためであり、知る者はその本意が、忠誠にあったと知っていたと評している。また、王伝さんは、何に計って心をくらまし節を傾けた。孔は全うすれどもは、元は醜く、残党を残すことになったと述べている。小説。 三国支援儀では、幼女の天膳という美女を使って、東卓と旅夫を仲互いさせたことになっている。この作を、連環の刑と呼ぶ。この話は上述の、旅夫が、東卓の次女と密通していたという話から作られたと、考えられる。また、七重宝刀を、東卓暗殺のため早々に渡している。ありがとうございます。